まさか、ゆうこさんが同じタワマンに住み着いてるとはね。どうやって忍び込んだの？どういう意味ですか？住み着いてるって、なんか響き悪いんですけど。ゆうこさんって、そんなところに住める見た目じゃないじゃん？意外すぎる。見下してるんですか？しかもさ、低層階に住んでるんでしょ？無理してタワマンに申し込んだはいいけど、高すぎて低層階にしか住めなかったんじゃないの？え？低層階？ゆうこさんの旦那さんが出てくるところ見たのよね。というか、エレベーターに乗り込んできたから、2階くらいに住んでるんでしょ？ああ、旦那を見たんですね。私たちは会ったことないですもんね。っていうか、低層階に住むならタワマン住む意味なくない？まあ、そうでしょうね。なのにさ、なんで外車乗り回してるの？え？旦那さんの車も見たけど、外車じゃない。そんな車も買う余裕ないでしょうに。車も無理しちゃったの？いや、無理したつもりはありませんけど。ちかこさん、何でも見てるんですね。私、貧乏人には厳しいから。貧乏人？私がどこに住んでるか知ってる？最上階だよ。知ってますよ。いつも周りのママ友に自慢してるんだから知ってるに決まってます。じゃあわかるでしょ。私たち家族はあんたら貧乏人から見たら天上人なのよ。あなたたちは下僕ってとこかしら。それはさすがに言ってる意味がわかりません。低層階に住んでたら下僕っておかしいでしょ。タワマン低層階住民は見下されて当然。貧乏人なんだからね。なのに、うちよりいい会社に乗ってるなんておかしすぎる。それ、貸しなさいよ。はい？全く意味がわからないんですけど。私たちの方が、その車に似合うから、借りていいでしょ？言い訳ないんですけど、なんで？は？私たちに逆らうつもり？低層階済みのくせに。だから、それは関係ないですよね。とりあえず、今忙しいので、失礼します。タクヤ、なんでエレベーター使ったのよ。え？何が？2階から降りるときはエレベーターなんて使わなくていいでしょ。おかげでチカ子さんに見られたらしいわよ。普段は使わないけど、たまたま荷物が多かったから使っちゃったんだよ。それなら仕方ないけど。ごめんね。確かにチカ子さんに会ったわ。でもそれが何か問題なの？あの人、私たちが低層階に住んでると思ったみたいで見下してきて、下僕だとか言い出したのよ。は？下僕ってなんだよ。そんなことある？というか、低層階に住んでたら下僕って今時そんな人いるんだな。自分が最上階済みだと思ってるから調子に乗ってるんじゃない？多分旦那さんもそこそこ稼いでるんだろうし、そう思っても仕方ないかもしれないけどさ。下僕のくせにいい車に乗ってるのムカつくから、外車を貸せって言ってきたのよ。はぁ？それはさすがに意味不明すぎるな。どういうこと？私もよくわからないけど、めんどくさいことになったのよ。だからタワマン内でチカ子さんに会いたくなかったのよね。事実を知っても面倒になりそうだし。でも車は貸せないし、正直に言うしかないだろ。そうだよね。それに、チカ子さんって最上階に住んでるって言ってるけど、管理人さんが困ってた気がするな。困ってたって、どういうこと？なんで？車の件だけど、もちろん了承してくれますよね。明日からでよろしく。何言ってるんですか。もちろんそんなのなしですよ。貸せるわけないでしょうが。はぁ？本気で私に逆らうつもり？私が貸せって言ってるんだから貸しなさいよ。明日から旅行なんだから借りますからね。旦那にももう行っちゃったし、1週間でいいわよ。いい加減にしてくださいよ。そんなに長いこと貸せるわけないでしょ。自分で車は持ってるんでしょ。自分の車で旅行に行けばいいじゃないですか。私たちを変に巻き込まないでよ。本当に偉そうね。どっちが上かまだわからないの？上も下もないでしょうが、たまたま同じタワマンに住んでるだけでしょ。
上の階の方が立場が上に決まってるでしょ。おとなしく言うこと聞きなさいよ、この貧乏人。そもそもあんたに外車なんて似合わないのよ。タワマン最上階に住んでる私に一週間外車貸しなさい。低層階の人間は私たち上級国民に逆らえないわよね。あんたの一階上に住んでるけど。え？もうめんどくさいから言いたくなかったのに。私たち、あなたの家の上に住んでますよ。何言ってんのよ。負け惜しみが痛すぎる。うちは最上階だってわかってるでしょ？うちより上に部屋なんてないから。それに、あなたの旦那が2階の部屋から出てくるの見たんだからね。今さら自分が貧乏なの隠してどうしたいの？低層階は夫の趣味のために借りていただけの部屋ですけど。え？趣味部屋？二人目の子供が生まれたばかりだから、旦那の趣味のフィギュアが家にあると危ないってことで、別の部屋を旦那が個人で借りてるんです。だから私たちはそこには住んでませんよ。フィギュア？フィギュアだけじゃなくて、彫刻とか高価なものもあるし、赤ちゃんに壊されたくないし、赤ちゃんにとっても危険だから。別の部屋を借りただけで、それが2階にあるんです。面倒なので説明もしたくなかったんですけどね。じゃあ、どういうこと？あんたたち家族は、どこに住んでるの？私たちは最上階のさらに上の、ペントハウスに住んでますけど。は？ペントハウス？カードキーがないとその階にはエレベーターでも行けないから、普通の人はほとんど知らないと思うけどね。なんで？なんでそんなところに住めるのよ！オーナーがうちの旦那の会社と関係してるみたいで、特別待遇で借りてるのよ。タワマン建設時にも融資したみたいだし。どういうこと？あんたの旦那さん、そんなに金持ちだったの？会社を経営してますよ。私たちのこと、見た目だけで貧乏人って決めつけてたけど、自分では貧乏だなと思ったことはありませんよ。え？会社経営って、社長ってこと？そうです。マウント取りまくってたのに、マウント仕返されてどんな気分？今まであなたの金持ち自慢聞いてる時も、笑いをこらえるので大変だったのよ。そんな風に思ってたの？だって、嘘ばっかりなんですもん。え？本当は家計もカツカツなのに、自分のプライドだけで無理してタワマンの最上階に住んで、実際は家賃もギリギリの状態だったんでしょ？何言ってるのよ！そんなわけないでしょ！裕福な生活をしてるふり、大変だったんじゃない？お疲れ様でした。これからは身分相応な家に住んだ方がいいんじゃないですか？自分がペントハウス済みでちょっと金持ちだからって調子に乗りすぎじゃない？うちだってお金持ちなんだからね！え？そうなの？じゃあもしかして旦那さんはチカ子さんに話してないのかな？え？何が？旦那さん、会社クビになったみたいだけど。え？横領してたとかでクビになってたわよ。うちの旦那の関係してる会社で勤めてたみたいで知ってたし。このタワマンのオーナーさんにも相談されてたって。相談って何よ？クビになんてなってるわけないでしょ！家賃3ヶ月くらい滞納していたみたいだけど。え？はぁ？旦那が？そろそろ立ち退きの連絡入れるか悩んでたみたいで、先週入れたみたいですよ。もしかして、だから管理人さんに会うの気まずくて、明日から旅行に行くってこと？いや、そんなわけないし。確かに、今回の旅行は旦那が急に言い出したけど、久しぶりの家族旅行だからって。あなたの家の旦那さんの車は？え？最近駐車場で見ないけど、チカ子さんの軽自動車しか出入りしてないよね。近場は軽で十分だし、最近は使ってないんじゃない？お金に困って売ったんじゃないの？私には関係ないけど。は？失礼すぎるでしょ！そんなことありえないし、ゆうこさんの妄想に付き合うのもこれまでよ！全部旦那に確認して誤解を解いてあげるから。別に私に伝えてくれなくてもいいですよ。正直興味ないので。でも結局、上の階の方が偉いって自信満々でしたけど、私の方が上の階に住んでましたね。この場合はどっちが偉いってことになるんですか？そんなこと言ったっけ？
ついさっき言ってたじゃないですか。ま、チカ子さんが基準だったら、私の方が偉いってことになりますね。じゃあ私が天井人で、あなたが下僕ってことでいいですか？下僕って何よ、失礼すぎるでしょ！自分が言ってきたんでしょう。やっと自分が失礼なこと言ってたって気づいたんですか？まあ、私の方が偉いってことだったら、私の言うこと聞いてください。何よ、命令するつもり？私たち家族に関わらないでください。難しいことじゃないでしょ？マウント取られるのも自慢を聞き続けるのももう疲れたの。ま、これからは自慢できることなんてほぼないでしょうけど。でももう、やめてもらえますか？私はそんなつもりじゃなかったんだけど！ママ友のみんなが聞きたいのかと思って話してあげてたのに。誰もそんな話聞きたいわけないでしょう。ひたすら自分がいかに裕福か自慢するだけで、みんなうんざりしてましたからね。ちょっと待って。旦那、無職だし、車は売ったって。ほら、だから言ったでしょ？私は嘘なんて何も言ってないんですよ。自慢ばっかりしてると、こういう時に話を聞いてくれる人、誰もいないんじゃないですか？ゆうこさん、あなた金持ちなんでしょ？私たち、ママ友だよね。もちろん、助けてくれるわよね。友達だと思ったことはありませんけど。困ってるのに見捨てるつもり？私には関係ありませんので、タワマンの最上階暮らしも終わりですね。いや、元から最上階ではなかったみたいですけど、これからはどんな低層マンションで暮らすことになるのか楽しみじゃないですか？それじゃ、もう二度と私たちの前に顔を出さないでくださいね。元天井人さん。結局、ゆうこさんの言っていた通り、ちかこさんの旦那さんは家賃も滞納していたことが判明し、タワマンを追い出される直前だったことが分かりました。なんと、ちかこさんの旦那さんは、ゆうこさん一家の外車を借りて、そのまま夜逃げ予定だったとかで、ちかこさんは絶望。ちかこさん一家は、その後すぐに逃げ出すように引っ越していくしかなかったのだそうですよ。旦那さんが作った借金のため、ちかこさんも働かざるを得なくなり、ボロアパートの1階で貧乏暮らしをしながら、パートに明け暮れる毎日なんだとか。自己中心的な言動ばかりだったので、友達もおらず、誰にも話すことができずに、メンタルも崩壊しているそうですよ。ゆうこさんは面倒なママ友がいなくなってくれて、一安心みたいですね。